はい、どうも、ジョーチ TV のジャイス。ブラックです。ということで、今回はですね、ウィニングルームアプリ2020やっていこうと思うんですが、今回はですね、こちらの動画ですね、1月に出て FP ガチャの選手の中でマジで強かった選手ということで、11月、12月ってやってきて、今回は1月編ということでですね、うん、またやっていこうかなと思います。今回も攻撃編、守備編でね、はい、今ちょっと量が多いんで、量分けますということで、めちゃめちゃ多いです。今回は攻撃編。はい。いう感じなんですけど、1月はね、あのファンズチョイスとか来て、来ましたね、結構ね、FP の量がすごい多かったんですよ。やばい多いよ。で、まあその中で OGTV がね、実際の使用感だったりだとか、はい、まあレート上げとか、まあ動画でね、選手さ、うん、まあレート潜る中で、まあ、本当にね、厄介だった選手とか、ね、相手にいて強かった選手、自分たちが使って強かった選手っていうのを、はい、まあ、厳選して、かなり厳選してランキングをつけてるんでね、はい、まあ、あくまで OGTV の独断と偏見なんですけど、そうですね、まあ一個参考程度に、はい、見てもらえればなということで、ぜひね、皆さんの、はい、あの1月に出た、あのね、これ勘違いしちゃいけないのは1月に出たなんで、よくコメントでね、あの2月とか12月とかの選手言ってる場合があるんで、そこね、気をつけてください。1月に出た選手、ね、1月限定ですね。はい、ということでね、はい、今回ベスト何、13ということで、はい、かなりね、まあ、ぐっと絞りましたね。絞りましたよ、今回。はい、ということで、まず第13位からなんですが、エイブラハムということで、こちらの選手ね、紹介動画を上げてるんで、下の説明欄に載せておくので見てほしいんですが、うん、まあ、東洋 FP なんですよ。あの、プレミアリーグの東洋 FP が来たということで、うん、あのガチャがほんと神ガチャすぎて、すごかったね。ほとんどまあ、っていう感じなんですけれども、まあ、エイブラハムですね。まずやっぱり、あの、エイブラハムというと191センチの大型な身長で、ワンタッチシュートしっかり持ってラインブレーカーで、アグレッシブネスとかも高くて、で、191にしてスピード瞬発がこれだけあって、決定力オフェンス数も高いっていうところで。馬力型オーバーって感じだよね。そう、あの、キングっていう選手もいるんですけど、はい、キングよりね、やっぱ圧倒的にオフェンス数高いんですよね。キングが85にだし93とかなんで、動き出しとかを見ると、エイブラハムの方がいいのかな、みたいな。そうですね。感じで、まあ、今回はエイブラハムね。エイブラハムはね、中間、アップでね、身長が1センチ伸びてね、体重もね、82キロが87キロぐらいになってた。よりね、ちょっとなんかゴリゴリの感じになってるんで、いいね、これまたね、この選手、そうだね、あの FP で来たらね、すごい楽しみだなと思うんですけど、はい、投票 FP でもかなり強かったですね。強いっすね。はい、ということで、ちょっと残念だね、骨折してしまったんですけれども、アジアの投票 FP からソン・フンミンということで、いやー、このね、ソン・フンミンもね、相当強かったですね。いや、めちゃくちゃ強かった。結構前に使った紹介動画とかもあるんで、あ、そうですね、うん、ありますね、はいはい、多分見てもらえば分かると思うんですけど、はい、ソン・フンミンって本当に両足使えるし、速いし、速い、動き出しもいいしみたいな、で守備もね、まあまあガツガツできるみたいな、まあそこでちょっと怪我しちゃったんで、そうなのよ、まあ、そのこれからのコンディション、まあ、多分 C 固定みたいな感じになっちゃうのかな、まあ、調子いいからさ、ただね、後半は7なんですね。7あります、7あります。で、まあそういった意味でも、まあ普通にね、7でも、まあ C 環境でも使えるんじゃないかなっていうぐらいの、いけるよね、センターフォワード、うん、ウィング、ST、OMF、今回 そのウィングの選手って、はい、結構体がなかったりだとか、逆にボリコンがなかったりだとかするんですけど、ソン・フンミンはマジで、そう、あのどっちも兼ね備えてる、なんかどっちもいけるよね、相当ゴリゴリいける選手なんで、この選手がやっぱね、今作に合ってるね。そう、なんかでもフィジカルコンタクト、こうやって見ると72なんだけど、やっぱ身長のデカさが考慮してんだろうね。なんかゴリゴリいけるよ、ね。そう、はい、第11位、また投票かよと言われてもしょうがないんですけど、あのバーディーですね、はい、でバーディーも中型アップデート後にですね、逆足の精度が3歳になって、後半がね、5から7になってたりとかするんで、うん、まあ、かなり強化されてるんですけど、この投票のバーディーも紹介動画上がってるんで見てほしいんですけど、やっぱ裏抜け、そしてこのアグレッシブネスの高さ、このアグレッシブネス95という、うん、このスピード瞬発がめちゃめちゃあって、アグレッシブネスはこのね、鬼の95、そしてチェイシング持ってるとか、かなり前線でね、足に引っかかるんですよ。あとレスターもすごい調子いいしね、今プレミアリーグでいうと3位とかなんですね。そう、まあ、あの実際パスとかはそこまでっていう感じなんですけど、やっぱ飛び出し相手とかに使われてもね、ものすごい嫌ですね。当たるんだよね、バーディーのところで事故らせられるっていうのが、やっぱアグレッシブネス95でこんだけ足速いとやばいね。あのね、なんかちょっと重かったりする感じだとね、すぐこのバーディーの足でできちゃってるんで、この前に使ったからやばかったよね、恐ろしい感じの選手ですね、本当にフォックスって感じ。まあそうだね、マジでスマブラのフォックスっていうイメージなんですけど、俺は。で、デブライネですね、もう何回来るねんっていう感じなんですけど、もちろん今回も入ってます、投票 FP なんですけど、デブライネもですね、まあ、あのソルバッケン監督の、ここで使うと強いよみたいな感じで動画出してると思うんですけど、とりあえずこの選手何がやばいかっていうと、やっぱりキック精度、
これがつぬけてえぐいですね、うん、でそれに合わせてしっかりの決定力もあって、今回の投票ってグランダーパス完走してるんですよね。で逆足の精度とかも3、4高いですしっていうところで、まあ、よく言われるのがワンパつけたら最強みたいな感じで言われてるんですけど、そう、まあ、ワンパがないからっていうね、デブライユね、言ってる人も結構いるんですけど、はい、デブライユってそのワンタッチパスっていうよりかはその中盤で長距離ロングパスをするのにめちゃめちゃ強い選手で、シャトルフォームみたいな、そうで、ある程度この選手で体もあるんで、あの腫れてムチッとしてる、そう、頑張ってボールキープして、その後で長距離ロングフィード出せるんで、その一撃必殺みたいなパスがすごい出せるいい選手ですよね、はい、まあ、めちゃめちゃ軽い攻撃に、まあ、その相手にしていて、そのメンツでいると怖い、いやめっちゃだるいね。デレアリですね。デレアリはトッテナムの CS ですねから来てるんですけど、うん、以前にも習慣で来てて、もちろん習慣のやつが強いんですけど、デレアリは結構唯一無二な2列目からの飛び出しで、ディフェンス率、ボール出し、アクリルシメスの高さ兼ね備えて、スタミナとかも、ね、98近くあって、上目の数値も高いと、で決定力もありながらワンタッチパスとかね、ダブルタッチとか ねよくビルドアップミスを刈り取られるっていう、ね、ただこの選手に関してはちょっとレアすぎる、そうやっぱり、ね、見ないっすよ、あんまり見ないんだけど、やっぱね持ってる相手にいたらマジで要注意しなきゃいけない、超面倒いよ、この選手が結構やっぱ守備がいいんで、その高い位置での守備でカウンターをすごいやられるんですよね、そう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 、だからこの選手がいたら結構注意した方がいい、まあ、言えばまあコンディション安定度ぐらいかな、そうですね、うん、っていう感じなんで、もうそこさえあればね、もっとすごい以上だったら多分余裕で勝ち、スタイルは間違いないかなっていう感じ、うん、それぐらいね結構甘いにいると厄介な選手ですね、まあよく引っかかるんでね、うん、まあ4-3-1-2とかね、ああいうのでよく見るかなっていった感じなんですけど、はい、第8位はイエデルですね。ベンイエデルが1月の16日の木曜日の FP で登場したんですけれども、まあ、このベンイエデルめちゃくちゃ強くて、まあ、言うならば逆足の精度が4-3のコア7で、まあ、高いオフェンスセンス、そして決定力に加えて、まあ、体もね地味79あったりとか、でボディコンに関しては92で、チェイシングとスーパーサブ、ワンタッチシュートダブルタッチで、これにワンパないんですけど、ベンイエデルはねマジで本当にゴール前の位置取り、やっぱりサイドからのボールの反応もいいし、あのフライパスの反応もいいし、抜け出しもいいんですよね、結構打つと入るよね、そう、あと打ちと入るし、でキック力とかもまあそれなりにね全くなくはなかったりとかもするんで、なんかやっぱりゴール前で一番怖いスーパーサブなのかなっていう気はしてますね、うん、まあその他にも結構ね過去に強力なスーパーサブ出てきたんですけど、はい、1月だったらまあこの選手間違いないっすね。第7位がオーバメヤンってことで、これも投票なんですけど、投票のオーバメヤンって決定力がめちゃくちゃ強化されて97枚に上ってるんですよ、ね、2月に出るやつだとね98までいっちゃってるんですけど、あくまで今回1月なんで、そう1月の時点ではまあその決定力98の、はい、あ7の7ですね、オバメが出てきたよということでね、まあそのオバメってやっぱオフェンスエースが高くなってるオバメだったりだとかも出てきてるんですけど、はい、個人的には決定力の方がまあ嬉しいというか、ね、まあそうだね、うん、まあ抜け出し確かにオフェンスエースが高いとめちゃめちゃいいっていうのもまあいいんですけど、はい、あとその外すっていうのはね若干オバメあるんですよ、なんかね、うん、ちょっとね若干オバメある、なんかそう、なんでお前どうしたみたいな、ある、ただねやっぱ決定力がねここまで上がってると、うん、それがね結構解消されてるような気持ちになるんで、そっちのオバメの方がねやっぱかなり使ってて安心感もあるし、なかなか厄介だよね、厄介だね、オバメ出てくるとちょっと身構えるからね、そうだるいね普通に、うん、あのワンタッチでパチッて落とされてデブラインとか構えられて、まあ、かけっこしたら基本的には勝てないんでね、オバメのサイズもあるっていうのがちょっと厄介なんだよな、うん、6位はサラーですね。サラーも投票とかで来てるんですけど、これは1月の9日の木曜日週刊の方のサラーで、やっぱり週刊の方がやっぱりこの投票より強くて、うん、でサラーで言うと、まあ、おもちゃ TV でもね結構いろんな動画出してて、まあ、一つ言えるのはやっぱりあの4-3-1-2とかの右のセンターフォワードでね、うん、やっぱ使うとメッシみたいに役割を持たされると、それなんでかって左利きダブルタッチを持ってると、ただメッシにはないこのサラーっていうのはアグレッシブスが高いんですよね、87しっかりあるんで前線でかき回すこともできて、でしっかりですねあのボディコントロールとかもあるんでメッシ並みにちょっと細かい動きもでき、でこのサラーってやっぱ週刊のサラーなんで決定力が高いんですよ、94あったりするんですよ、うん、オフェンスも96あるんで本当センターフォワードとしての動き出しとかも結構良かったりもするんで、まあ1枚入れとくと本当重宝する選手かなと、まあワンパないんで そこが好みなのかなって感じするんですけど、火力はまあ結構メッシよりあるかなっていう、推進力がね縦に来るとやっぱ基本的にはサラーの方があるんで、そういった意味ではやっぱ火力はすごいありますね、うん、晴らしてもいいし、あのセンターフォワード使ってもいいしっていうので、まあ結構サラー本当使ってる人いますね。
で、第5位はリシャルリソンということで、投票 FP ですね。まあ本当2019の時からね、FP で来たら強いんじゃないかって言われてて来なくて。で、2020でここでね、来てくれたということで。まあリシャルリソンは強いね。本当にあの、体が91あるんですよ、フィジカルが。で、ボディコン84あって、で、スキルがダブルタッチとかコントロールカーブ、コントロールドロップ、アクロバティックシュート、で、ワンタッチシュート持ってるんですよね。逆足の精度3、4で、で、アグレッシブ性も高くて83あってっていうことで、まあ基本的に何でもできちゃうみたいな。この選手は結構どこで使うか迷っちゃう人も結構多いんじゃないかなって、まあいろんなとこできるんで。まあそうだね。まあその好みのところ見つけてもらってっていうところなんですけど、はい、ウィングで使っても、もちろんいいし、はい、センターフォワードとかでもね。センターフォワードいい。全然いいっていう感じで、まあ、とにかく体とあの、まあ、ボディコンフィジコンが高いんで、ここがいいっすよね。まあ普通にね、やっぱり活躍するって、あの、まあ、決めきるっていうよりかは、なんかそのいいサポート役にもなってくれたりとかするんで、ね、スカッと入れとくだけでね、すごいいい感じで、今週もいいっすよね、調子、ね、今週調子いい、まあ、今週来るかなとか思ってたんですけどね、週間で、なんか来なかったね、普通にね。リシャルです。はい、来ました。第4位も投票 FP からラッシュフォードということで、はい、このラッシュはね、やっぱり以前に来てる週刊とか CS とかでも、まあ、2回くらい来てるのかな、うん、いろんなの来てて、やっぱ週刊の方が能力値っていうところはすごいいいんですけど、投票はですね、なんとワンタッチシュートついてるんですよ、うん、だこのワンタッチシュートっていうのがやっぱ結構その大事なんですよ。違ったよね、めちゃくちゃ大事なんですよ。週刊とかも、まあ、そのいろいろラッシュフォードいますけど、はい、やっぱこのワンタッチシュートがついたっていうのがかなりラッシュフォードの中で偉大だった。でかいでかい、ここがめちゃくちゃでかいんですよ。やっぱそのまま打つっていうのがね、まあ、どうしてもやりたいっていうシーンがあるんで、そこでワンタッチシュートないと結構な確率外すんですよ。外れてくるよね、ゴールにね。そう、まあ、これがラッシュフォードついたっていうことで、はい、まあ、そこら辺の、ね、安定感も出てきたということ、結構投票にしたっていう、いや、感じはあるよね。もう俺のアカウントも全部投票にしてますし、うん、CS から乗り換えてね、うん、なんか CS の方が確かキック力が高いよとか、決定力とかグランダーパスがいいよみたいなあったんですけど、瞬間確かに能力的には強いんだけど、強いよ。ただワンパー確かついてなかったかな。ついてない、ついてない。ワンタッチシュートもついてないですからね。はい、ということで第3位はジェズスということで、1月の9日の週刊ですね、こちらジェズスなんですけれども、まあ、ジェズスはね、やっぱりなんだろうな、背負って前向いてシュート打った時のなんかすり抜け具合がえぐくて、いつも、うん、だからその前々だとラッシュフォードが一番相手にいて嫌だかなと思ったんですけど、ジェズスやべえよな。オフェンスエース乾燥してて、決定力が96近くあって、ボディコン98なんで、マジですり抜けるんだよね。まあもちろん走り出しとかもね、すごいいいし、あとボールをね、受ける力も速いし、めちゃめちゃあってジェズス本当に決めてくる、まあ、レート上がるって言ってましたよね、うん、まあ、レート上がっちゃうっていう選手だなという感じで、うん、はい、まあ、ジェズスでも何回か、来たんだよね。CS の方で2回来てて、そうそう、1月かな。CS の2回目はね、2月だったかな。ああ、多分まあまあ来てるんですけど、そう、まあ、どのジェズスでもいいかなってぐらい強いんですけど、まあ、その中でもね、週刊が、まあ、結構強い、まあそうだね、週刊の感じですね。で第2位はインモービレなんですけど、これね、投票の FP が来た時はこんなにインモービレ高い順位しなかったんですよね、うん、これはですね、使用感とか、まあ、自分の使用感相手にいてっていう感じで、まあ、ちょっとね、あのインモービレ評価変わったんですけど、うん、というのもインモービレってワンタッチシュートとワンタッチパス持ってるんですよ。でこれウィニングレブンアプリにおいてワンタッチシュートとワンタッチパスってのめちゃくちゃ大事なんですよね、うん、というのはやっぱりずれちゃったりとかっていうのはラグが、ね、発生するゲームなんで、 PSOL もだ、ここのワンタッチパス、ワンタッチシュートを持ってて、オフェンスエンドこの高い決定力でね、体も結構83あって、うん、ボディコンも90あるっていうので、アプリの環境においてはインモービレっていうのはめちゃくちゃ強い、そうだね、って感じた。これ PSOL とまた評価違うんですけど、アプリなんで考えると、インモービレのこの強さっていうのはえげつないなっていうふうに思ってますね。結構インモービレで決めるシーンっていうのは多いし、相手にいても厄介だなっていうシーンめんどくさいんだよね、は多いですね。何でもできちゃうからさ、うん、やっぱりだからジェズスよりちょっと評価が上なのがやっぱりフィジコの部分かなっていう、うん、そしてやっぱりワンタッチパスの部分、ここがねめちゃくちゃでかいですね、インモービレは。やっぱりはい、ということでまた第1位はロナウドと、1月の9日の木曜日、ちょんまげかな、うん、この来た時はロナウドなんですけど、12月もあれだったかな、12月もロナウド来てるんですけど、まあ、あれなんだよね、ロナウドはまあしょうがないんですけど、まあね、うん、まあ普通に1位という感じで、うん、やっぱ調子いいとね、この選手も本当どっからでも入るんで調子いいんだよね、これフィジカルコンタクト91で、ボディコン90の逆足の43のコア7ってさ、逆足の左であのニアハイバーン通すからあこれさ、まあ、能力値毎回見ると思うけどさ、他の選手と見比べた時やばいよな、これ。ただロナウドの場合はやっぱりセンターフォワードで
使うとちょっと下がってきちゃうとかいう習性があるで、他の選手でもなんかね、下がってくるんじゃないですかみたいな感じあるんですけど、ただロナウドは引きの具合が違うんだ。なんだねあれね、なんかなんか知らないけどまあでも他の選手は下がってくるんですけど、ただロナウドでまあ、引いても別にその問題がなかったりとかするっていう褒めとかもあるし、ね、紹介しますからね。そう、まあ、紹介してるんですけど、はい、まあ、使い方によってもいろいろな、ね、使い方ができる選手なん で、まあやっぱ1位かなっていう感じで ね、まあ、使ってみて強かったという感じで、今回はですね、まあ、13名、1月編攻撃編ですね、はい、選んできたんで、まあ、皆さんもぜひ ね、この選手強かったです、はい、そういうのがあればねぜひ教えてほしいなと思うんで、はい、ぜひぜひコメントお待ちしておりますということでね、はい、また、こういった企画ねやってほしいよっていう風な方がいればですね、はい、ぜひチャンネル登録高評価してもらえるとありがたいです。でしょー、さらっぽー。